東武スカイツリーライン、なんかピンとこねえな。やっぱり伊勢崎線って、ね、そっちの方がやっぱりしっくりくるんですよね。でね、この駅、まあ、この平面のね、この地上にあるっていう、この感じもね、本当にね、ノスタルジックでいいんですよね。これこうやってね、改札からホーム上がったら駅ですからね、これがたまらんのですよね。でね、これ反対側がね、すぐそこに京成の関谷駅なんですよ。でね、ほんとすぐそこが東武ね、あるんですからね。これね、知らない人は分かんないですよね、こんなに乗り換えが楽だっていうのはね。さて今日はね、まあ、それも面白いんですがね、まだこの先堀切まで行くのがね、まあ今日の目的なんでね。あ、ここにもマクドある、素晴らしいね。もうほんと安く食える、いいことですよ。ここら辺はね、肩肘張らずにやれるって感じですよ。やっぱりなんかね、見た雰囲気、まあ、私がね、こういった上野とか浅草が好きっていうのもありますけどね、やはり金八先生のドラマであの雰囲気でね、やっぱりこうそれなりに見てましたからね。でね、なんかちょっと見たことあるなって感じで刷り込まれてるのありますね。一応 Google のマップで予習はしてきたんですがね、頭に入りきらないんで一応地図は持ってきたんですがね、ここら辺ね、こんなにね小さく載ってて、しかもね大雑把なんですよね、この地図ね。しかもこれだいぶ古いもんなんですよ。1993年の9月ですからね、30年前の地図なんですよ。でもね、道路の形っていうのはそうそう変わってないんで、まあなんとかなるんですよね。まあこういう古い地図とね、今の状況を見比べるっていうのも面白いんですよ。だからこっちじゃなくて、とりあえず一回このガードをくぐるのかな。まあ行ってみよう。また立派なマンションがバーンとね。こっからね、左に入るか、あっち行くよりはこっちやな、うん、まあいいや。街歩きはね、今くらいの季節からがいいですよね。あんまりね、この太陽がカンカンでね、もう風もムシムシってところで街中歩きたくないですからね。海辺とか山の方がね、まだね涼しかったりしますからね。ぐるっと回ってみて、この先にね、なんかね、ものすごいこの高さの低いこのガードがあるっていうね。今通ったのは京成なので、ね、高いんですけどね。ってことはこの先にあるのは東武のガードですね。ここのラーメン屋がそうなんですよ。いい感じのね、ノスタルジックな店なんですけどね。これは今日は、あ、やってないんだね。水日定休、今日日曜ですからね。ここもね、なんか金八先生にゆかりのある場所みたいなんですよね。うん、でもやってないんじゃしょうがないですね。平日狙ってくるしかないですね。平日でも水曜やってないって話なんで、ね、そこは注意しなきゃいけません。でこの先にね、これなんですよね、 1.7 メートルのガード、これもね結構有名なんですよね。ドラマの中で結構なんか使われたって話なんですが、なんか私あんまり覚えないんですよね。見た感じがしないんですが、まあいろいろね、長く撮って作ってましたからね。うわ、来た来た来た。いや、これは、あ、なんか編成短いね。普通列車かな、なんでしょうね。 1.7 メートルのガードを過ぎて、また北の方へ行きましょう。これどうすっかな。あ、こんなところにも隠れ家的にね、いいですね。このまま行くよりはちょっとこっち行ってみよう。なんか多少は近いかな。ここら辺の街並みってね、この道ギリギリまで家が出てるっていうの、これがね特徴なんですよね。今いろいろ建蔽率とかうるさいんで、ね、そういうのは無理なんですけどね。だから再建築不可になっちゃうんですかね。この感じがね、またねいいんですよね。もうこれから作ろうったって無理ですからね。いや本当ね、台東区のあたりもこんな感じでね、やっぱり足立、台東、荒川ってこういう感じがねいいんですよね。この路地の先にね、オアシス的にぽっかりとねいい感じの公園があるんですよ。まあストリートビューの情報なんですがね。あ、そうですね、これですね。うん、こうやってね、この殺風景なこう街並みの中にこうぽっかりとねあるんですよね。
本当次から次へと列車来ますね。京成か、まあ、鉄道好きにはたまらんでしょうね。鉄道好きにとっちゃね、この音は騒音でなくてね、音楽ですからね。だからこれをね突っ切っていきましょう。ちゃんとね池もあるんですね。これはなかなかねいいですよ。おお。自撮りがてら休憩したんで出発します。今ここ公園出て、でこの道路に当然出ますんですけどね。いやこの道路もやっぱりなんか金八先生で使われた、なんか通学路として使われたっていう話なんですよね、撮影でね。そこの正面緑の壁がありますけどね、あれがもう荒川の堤防ですからね。いやまた列車の音が響いてますよ。本当にここはね、車輪のシンフォニーですね。写真だけでね、ここら辺の情報不動産で見ると、ね、なんかいい感じだなと思うけど、やっぱり音もね、これ調査しなきゃいけませんよ。京成と東武に挟まれてね、まあ本当にひっきりなしですよ。この日曜の昼下がり、もう今16時ぐらいだったかな。ど田舎だったらね、列車なんて通るかどうかって時間ですけどね、まあ都会ですよね。さてここに出たら、あそこから行けるな。今たまたま車がありませんがね、意外とこう通行量日曜でも多いんで要注意です。さてここからね登れますね。もう行ける行ける。いや広々としていいな。まあ広々といってもね、今までごちゃごちゃした中歩いてきたんでね、まあ、そう広く感じるわけなんですよ。鉄道好きにはたまらない地区ですよね。電車ばっかり通ってますよ。でこれがねさっき出てきたところですね。ここなんか結構有名なアングルみたいなんですけどね。うん、まあ、ここら辺もねだいぶ当時とは変わったんでしょうね。まあ、奥の方のねもうタワーマンションなんて、ね、金八先生当時はなかったですからね。この先は行き止まりか。でもねちゃんとね用意はしてあるんですよね。こっちに降りてもいいし、河川敷に降りても良いという。京成の鉄橋っていうのはまあこれは随分古びて味が出てますがね、若干ね堤防より低いんですよね。道路の高さがこれですからね。これはね京成の橋を架けた後に堤防をかさ増ししたんですかね。まあ水がここまで来ないことを祈るしかありませんね。うん、まだまだここは野球が盛んなんですかね、リトルリーグ。最近はもうサッカーとかの方が優勢みたいなんですけどね。でねここ来ましたよ、堀切駅ですね。あここで渡りますね。この堀切駅がまたね渋くていいんですよ。